弱さが集合体になってできた新しい何か、もっともっともっとっていうのがずっと止まらなくて、そう、満足のいく努力がしたいっていうのかな。自分が満足できるまでやったら、だって文句がないじゃない。自分の強さは何か、絶対に負けない自分にね、それは。